はい、こんにちは、レトスの小野です。12月31日の3本に入る前に、本日は昨日の年末年始の特別企画の動画の2本目をお送りいたします。昨日の動画、いつから本気で勉強を始めるか、こちらの動画を見ていない方は、はじめにこちらの動画を先にご覧いただければと思います。この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また右上にもお知らせボタンを出しておきます。で、本日の動画っていうのは、具体的にどのように勉強していったらよいか、この動画を2本目としてお伝えいたします。こちらについてもこの動画の下に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。右上にもお知らせボタンを出しておきます。それでは問1に入ります。物情保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反して弁済することができます。で、正当な利益を有する第三者っていうのは、昨日もお伝えした通り、物情保証人とか借地上建物の賃借人、抵当不動産の第三取得者、公住員抵当経営者などです。で、今回の問題文っていうのは、物情保証人と担保不動産の取得者っていうのは、こちらの抵当不動産の第三取得者、こちらに当たります。よって、この二人っていうのは債務者の意思に反して弁済することができるということなんですね。もうこれはもうルール通りの内容です。きちんと整理していないと難しく感じるんですが、整理できている方は簡単な問題ですね。整理できていない方は、ぜひですね、個別指導で頭を整理しながら学習すると効率的です。それでは問2に入ります。宅建業者 A が B 所有地の売買の媒介の依頼を受け、 B と専任媒介契約を締結した。 A は B の申し出に基づき契約の有効期間を6ヶ月とする旨の特約をした時でも、その期間は3ヶ月となる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。専任媒介契約の有効期間の最長期間というのは3ヶ月なんですね。それよりも長い期間で特約しても3ヶ月に短縮されます。なので今回の問題、6ヶ月っていうふうに契約してるんですけども、これは短縮されて3ヶ月になるということです。で、これっていうのはお客さんを保護するためのルールなんですね。専任媒介契約をして、もしその媒介業者がしっかり募集活動をしていなかったら、依頼者困りますよね。 B さんは困るわけですよ。でも3ヶ月という規定があれば、3ヶ月を経過した時点で他の業者に変えることができますよね。だから専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月っていう風なルールにしてるんですね。ちなみに専属専任媒介契約も同じです。一方、一般媒介契約、これについては有効期間のルールはありませんので、どれだけ長くしてもまた短くしても構いません。その理由っていうのは、一般媒介契約は専任媒介契約、専属専任媒介契約と違って、他の業者に自由に頼めるんですよね。専任媒介契約、専属専任媒介契約は宅建業者一社に限られるんです。だからその一社がちゃんと働かなかったら困るわけですよ。一方で一般媒介契約は何社でも媒介依頼できるんですね。だから一社頼んだとしても、その業者が働かないというのであれば、じゃあ違う業者に頼みますって、違う業者にも重ねて、まあ、2社とか3社とか4社とか頼むことができる、媒介依頼をできるので、だから別に有効期間は短くても長くても構わないというふうなルールになっています。このように一つ一つ理解しながら学習進めると忘れにくくなりますし、応用力もついてきます。丸暗記学習では実力は上がりません。なぜなら何度やっても忘れてしまうからです。合格するために理解学習をしていきましょう。問3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地施設用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土もしくは盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。で、答えは許可が必要なので、×ですね。宅地造成等規制法の許可、これは都道府県知事が行うんですけども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において、政令で定める土地の形成変更を行う場合です。で、土地の形成変更っていうのは、まあ、造成工事っていうイメージで全然構わないです。で、政令で定めるっていうのは、これ、大きさですね。例えば、切り土、
盛り土を行う場合、500平米超の造成工事の場合は、この政令で定める土地の計算項に当てはまります。で、今回10万平米ですよね。10万平米の土地について切り土または盛り土を行うって書いてありますので、これはここに当てはまります。政令で定める土地の計算変更ですね。これに当たります。あとはこの部分です。宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う工事。まあ、どちらかに当てはまったら、これは許可が必要ということです。で、宅地ってこれ何なのかっていうと、宅地の定義っていうのは、これは宅地造成等規制法の宅地の定義なんですけども、農地、再生放牧地、森林、道路、公園、河川、まあ、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地なんですね。これら以外の土地です。この中に墓地って入ってないですよね。だからこれ以外の土地だから宅地に当てはまる。つまり、宅地にするためですよね。墓地にするためだから、まあ、これに当てはまりますね。まあ、もしくはこっちかもしれないですね。どちらかには当てはまるわけです。だから許可が必要だということになります。よって×ですね。まあ、これもルールに基づいて解けば簡単に解ける問題です。必ず解けるようにしておきましょう。そして最初にもお伝えしたんですけれども、年末年始の特別企画の2本目ですね。どのように勉強を進めていったらいいのか。これについて、この動画が終わった後、真ん中に URL、動画のリンク貼っておきます。具体的な勉強の仕方の動画に飛びますので、そちらご確認いただければと思います。今年も1年、レトスの動画メルマガをご覧いただきありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。レトスの小野でした。